カリンも吹き飛ばせ。はい、皆様おはようございます、みんな見てるかな、全国それからいろんな世界の国からこの今のこの瞬間を見てる人たちたくさんいると思います。旅の音楽家ことマリオです、今日は5月の2日ゴールデンウィーク初日ですね、この初日のマリオの水管リンバの祈り2020プロジェクトようこそおいでくださいました。ありがとうございます。みんな見てる？北海道の子供たち、のんちゃんの娘このみちゃん元気かい。九州は久留米のしんのすけ見てるねえ。はい、それではですね、今日は素敵なホラガイの音からスタートしてみました。彼はですね、このいい山の小助神社山のふもとで山伏をやってる、ね、本当にホラガイ、ね、吹かしたら僕は本当に彼のホラガイは素敵だなと思って今日お呼びしました。志田さんちょっとお願いします。ちょっとあの全国の、から世界のみんなにちょっと挨拶をお願いします。おはようございます、山伏の志田です。はい今日はいい天気だね。いい天気ですね、それでなんかね、山伏の人のやっぱりこのホラガイの神聖な響きから、このね2020プロジェクトをね、やれたらいいなと思っております。そしてですね、ここの後ろにはですね、高谷城っていう山があるんですけども、この高谷城はものすごく聖なる山でですね、ここは筑波川の河川敷の土手です。土手の向こうの方から、まあ、スタートしたんですけども、この土手の、川があって筑波川があって向こうの土手ですね、その麓にはですね縄文とか弥生の土器が出て、なんとそこにはねちょっと前に、数年ぐらい前に銅鐸まで出たんですよ、これはもう素晴らしい、縄文時代から本当に大きな、ね、部族がですねこの山を、ね、自分たちの神様と思って崇めていたんです、ちょっとそのねこの志田さん、はい、この、高橋城のちょっと言われとかお願いします。この地域では高い富士って言われるぐらい、うん、山容も美しいですし、うん、まあみんなの心の拠り所に、うん、古代からなっていたお山なんですけど、うん、このお山の中にはですね、まあ、古来から薬師如来さんがお祭りされていて、うん、まあ、薬師如来さんって医療、医薬のね、はい、仏さんだったり、うん、そういう疫病、うん、病気をね、うん、から、人々を救ってくれるっていう、はい、仏さんがお祭りになってるね。そうですか。はい、まあ、こういう時期ですから、そうだね、うん、改めてね、うん、こう
薬師如来さんにね、うん、まあ本当に豊かな未来へね、うん、みんなをこう連れてってもらえる、うん、ね、そうだね、ちょっと一緒にお祈りできればなと、ね、そうですね。そしたらね、志田さん、ちょっとこの高い処理に祝詞をあげてくださいね。受けたも、まあ日本もそうだけど世界もなんかこのコロナの騒ぎで大変なことになっていて、みんな不安になってると思うから、ちょっと祝詞をあげてもらって、そして僕はそこに、この水管理場、今日ねみんな持ってる、これを見てる人たちがこれを持って参加していると思うんですね。持ってない人も見てるかもしれないけども、持って見てる人たちは、ここには清らかな水が入っているので、これを祝詞と一緒に僕が音を奏でて、そして今日の本題に入っていきたいと思います。ではよろしくお願いします。けたも、
ありがとうございます、志田さん。ありがとうございます。多分、祈りはね、この高橋を受け止めてくれたと思います。一番大切なことは、そこに焦点を合わせたときに、その音は自分の体の中に入るんです。焦点を合わせなかったら、山に行っても、海に行っても、もう全然意味がない。だから、山とか、海に行くときは、本当にその電子音、時計も外した方がいいね。電子音が、鳴ってるものを持っていかないようにしてください。今日はですね、もう一つ、ピエロのゆうちゃんがいるので、ピエロのゆうちゃんに登場してもらいましょう。せっかくね、ゴールデンウィーク、いや、子供たちの遊びだからね、子供たちもこのピエロのゆうちゃん、大好きなんですね。ではピエロのゆうちゃん、今日もゴールデンウィークの中、ちょっと挨拶をしてほしいなと思います。
自分の胸に手を当てる。手を当てると自分の心臓の音が聞こえるの。この胸に手を当てるのは、例えば病気になった時、なんか事故に遭った時、生きていてよかったなーって胸に手を当てるでしょ、普通は。でも本当は元気な時にこそ胸に手を当てるんだよ。そうすると自分の心臓が動いて、そしてなんか周りは全部光り輝くんだよ。このね、マリオがいつも言ってるこの言葉って、僕ね、ピエロのゆうちゃんは大好きです。今こそ、今みんな見てる人たち、ちょっとやってみて、自分の胸に手当てて、心臓の音聞こえる、今生きてるんだよ。自分の心臓が動いてるから歩くこともできるし、走ることもできる。それからご飯を食べることもできるんだよ。誰かと話すこともできるし、楽器を弾くこともできる。すべては命、自分の心臓があってできるから、すべては命のパフォーマンスなんだよ。これを覚えといてね。あのね、マリオから昨日聞いたんだけど、その美術の先生はその言葉を言っていて、半年ぐらいに糖尿病で天国に行っちゃったんだって。でもそのね、天国に行った美術の先生のたった一言の言葉を胸に、マリオはずっと旅をするようになったの。そして全国のね、いろんなところに行って、自分が生きてることって素晴らしいよっていうことをみんなに伝えてるんだよ。音楽もそうだけども、命って、ね、生かされていて、本当に感謝、ありがとうっていうことを伝えてるんだよ。今日、ピエロのゆうちゃんはゴールデンウィークの中で、このことを見てる人たち、それから世界中の人たちに伝えたかったの。ね、世の中はコロナで大変なことになってるかもしれないけども、自分が今生きてるってことを忘れないで、心臓が動いてるんだよ。だから動くことも歩くことも命を持ってやってね、パフォーマンスだよ。じゃあね、ありがとう。今日もピエロのゆうちゃん、ありがとうございました。ありがとう。ということで、ピエロのゆうちゃんの一言をね、言ってみました。それから、今日はですね、この昨日、ずっとツダンっていうのをやったよね。昨日はですね、反転していたから同じようにこう多分できたと思うんですね。でも、今日はそのまま映ってるので、右手左手、最初はミュートだよ。ずっ、それから右手を叩いて左手を叩いて、右手を叩いたら左手を返す、こうだったよね。最初は押さえる、皮を押さえる、ね、両膝を押さえる、ずっとずっと。さあみんなやってみよう。ずっと身近に守ってる人たちは、トンカーントンカーン、いいね、これでやって、そして少し経ったら身近に守ってる人たちは、さっきやったコウカウコンやってください。いいですか。Thank you.
んがすやすや寝てるよ。ちょっと優しく行くよ。カウ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 。今日はいい天気だな。いっぱい遊ぶぞ。元気よく行くよ。消えていきました。そして耳を澄ますと森の小川が流れています。森の小川が流れてるよ。そして水管輪馬を上の方に持ち上げて、そして一番美しいところは静寂に耳を澄ます。はい、それに、ね、元気いっぱいしましょう。まず行くよ。ウン、ドイス、ウン、ドイス、トレス、カートロ。みんなずっとたんだよ。Thank you.
ありがとう。皆様ありがとうございました。今日の夜はですね、このパーチェのカフェをやってもらって、それがお祈りになります。と一緒にやりましょう、はい、ね。これが多分一番いいと思う、ね、では一番今日の最後ラスト、ラストね、ちょっと待ってよ、ラスト、何、これで終わりじゃないんだっけ、あ、ラスト、はい、はい、今日のラストはですね、ここが一番大切だと、これから世界中に元気が出るとお話しましたよね、どっとどっと行くぞっていう一つのね、元気風の合言葉です。元気の合言葉で、今日は元気風を出航したい、ここから、ここは長野県だけど、マリオはやっぱり世界にこの元気風を飛ばしたいんだよ。そのためにこれはですね、九州で旅の中でやった不意語なんだけどもね、昔海の魚を取るときにですね、小さい船だと、ね、汽笛がないの、これは汽笛なんです。で、ガスってるところの海に行くと、ぶつかっちゃうでしょ。だからぶつかっちゃうから、この不意語を使って、これが汽笛。これが昭和3年の作られたものです、不意語。串木野からフェリーで1時間半乗ると、そうすると甑島ってめちゃくちゃ海が綺麗な、島があります。その甑島の船の汽笛です、そしてこの船の汽笛で合図でマリオは、ね、この元気風を吹かせながら、旅立っていきたい。でこれはハルちゃんに任せます。いいですか、ハルちゃん。この
見れてなくてごめんなさいでした。